色に染まるのはレインボー 1,2,3,4 We are candy girls 輝くスカイ二人で掴もうよ Cause I'm a candy キャンディーから生まれた楽しいお友達、それがズーブルズ。ルー、もう朝だよ、起きて。ルーったら、今日はルーのお誕生日だろ。みんながお祝いにやってくるよ。ほら起きて。ほらほら。おお、よしよし、暴れないで。ほら見てごらん、素敵だろ。すごいだろ、君が寝ているうちに飾ったんだよ。お招きありがとうございますですわ、M さん。はい、ミルク。コロン、誕生日プレゼントにミルクって、そんなのあり？コロンって意外とケチだもん。まあ、なんてことおっしゃるの？これはご挨拶用のミルクで、プレゼントは他にちゃんと用意してます。あ、そう。パンキーさん、私が意外とケチってどういうことですの？私がいつケチケチしましたか？この間、僕がミルクをちょっと味見しただけで怒ったもん。それは勝手に飲んだからです。まあまあコロン、あんまり怒るとシワが増えるよ。なんですって。まあまあ、今日はルーの誕生日なんだし喧嘩はなしだよ。ルーだって早くみんなと。あれあれ、ルーどこにいるの？消えてしまいましたわ。あれ見て、川に向かってる。落ちたら大変でございます。ルー戻るんだ。それでは気を取り直して、ルー、お誕生日おめでとう。おめでとう。はい、私からのプレゼント。僕からはおねしょをしない枕だもん。これで眠ると朝までぐっすりだもん。はい、どうぞ。私からもプレゼントがございますのよ。はい、手作りのいちごミルクケーキです。みんなありがとう。早速コロンが作ってくれたケーキをいただこう。ちょっと待った。俺たちを忘れてもらっちゃ困るね。ラブキャンディーズ。いや、もう来ないのかと。ちっちっち。ケーキを作っていて。遅くなったのさ。じゃーん、俺の手作り特製チョコミントケーキさ。ハッピーハッピーハッピーバースデー。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おいしそう。
そうなケーキが2つも。こりゃ嬉しいな。きっと俺たちのケーキの方がうまいぜ。何言ってんの、コロンのケーキの方が美味しいよ。ふん、マイキーのケーキに比べたらコロンのケーキなんてアリの餌だね。なんですって。超ムカつく。こっちがアリの餌ならそっちはアリの糞だよ。なんだって、やんのかこら。まあまあ、今日はルーのお誕生日なんだし喧嘩はなしだよ。ルーだってみんなと。お、ルーがいない。一体どこへ。ルー、大変だ、ルーを追いかけて。待て。情熱で捕まえてみせるわ。大丈夫でございますか。って何のこれしき、私の情熱を侮ってはいけません。情熱、情熱、うん、すげえ、情熱で滑り台を駆け上がってる。俺たちも負けてられない。皆さんすごいですわ。いけ、頑張れ。情熱、情熱、情熱。わしらの縄張りに入っとるんじゃ。我、それとも何かわしらのディナーになりたいっちゅう志願か。違います、ルーは。プリプリやん、おいしそうだな。おやぶん、今夜のディナーは決まりだな。いや、追いかけるぜ。うわ、ちょっとちっちゃくてまずいよ。待て待て待て、ルーを追うのは俺たちを倒してからに。そろんだね。悪党のもめ、懲らしめてやる。なんだと、やれるもんならやってみろ。よし、行くぞ。見て、ルーが行っちゃうもん。ああ、海の上じゃ追いかけられない。クマッパを呼ぶしかない。ルーを捕まえてくれたらよかったのに。ふむ、こういう時は歌うぞな、もし。おめでたや、アホレ、おめでたや、アホレ、今日はめでたい誕生日、アホレ、ハッピーハッピーハッピー、すとこだっかいさ、かわいい子にはあ旅を
させまひょアホーレスとこどっこいさおほほほほから生まれた楽しいお友達、それがズーブレズ。この図鑑には珍しい花や植物がいっぱい載ってるんだもん。夕日の花か。なになに、夕焼けに咲く花。花の町のどこかに咲いている。花が咲く瞬間を見た者は幸せになれる。いいね、みんなで夕日の花を探しに行こうよ。楽しそうですわね。うん。よし、レッツゴー。珍しい花だから簡単に見つかるわけがないもん。そうだよね。とにかく探そう。夕日の花は絶対見つけるもんね。お前ら、何かうまいものでも探してるのか。拾い食いは腹を壊すぜ。誰が拾い食いなんてするのよ。チビーならやりかねないもん。なに。わかった。ダンゴムシの真似でもしてたんだな。お似合いだぜ。もうあんたたちの相手をしてる暇はないっつうの。どっか行ってくんない。言われなくても行くさ。俺たちこれから高級レストランで豪華なランチを食べるんだ。いいだろう。また自慢かよ。チェビーさん、まあ落ち着いてミルクを飲んでください。うまい。チェビー、夕日の花を探しに行くんでしょ。そうですわ。だね、気を取り直して花を探そう。でも夕日の花のことは三人の秘密だからね。ここにはなさそうだね。七色公園へ行ってみるのはいかがでしょうか。その方がいいもん。オッケー。夕日の花なんてないんじゃない。私今でも十分幸せだし。チェビーさん、私はイケメンの方と恋をして素敵な結婚式を挙げて可愛い五つ子の赤ちゃんを授かってお城で幸せに暮らすチャンスを逃したくありませんの。僕も幸せになりたいもん。あ、わかったわかった。夕日の花、幸せになるの？なんか面白そう。もうさ、こうなったらクマンパに聞いてみない？クマンパを呼ぼう。
なんぞお困りですかな、マシ。クマンパ、あのね。なるほど、夕日の花の場所を知りたいぞな、マシ。夕日の花が咲くところを見たいんだもん。幸せの第一歩なのでございます。お願い助けてクマンパ。ピキン、浮かびました。お答えは2人。クマンパ分身の術。クマンパだらけ。どなたが本物のクマンパさんですの？木を隠すには森、クマンパを隠すにはクマンパだらけぞな、マイシー。聞きたいのは木じゃなくて花の場所なんだって。見ようとするから見えないぞな、マイシー。分身って結構カロリー使うぞな。もう何言ってるかわかんないよ。きっとこういうことですわ。木を隠すのは森、花を隠すには花園。花の丘。よっしゃ、花の丘。